バイオハザード RE3、 さっき買ってきました。よし、やってくぜ。ゲームを最初から始めます。ニューゲームだ。難易度はアシステル、スタンダード、ハードコア、操作が苦手な人向けのモード、標準的なモード、腕に自信がある人向けモード、スタンダード。このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。ボートたちが街中を歩き回り放火して、当局は今夜再び暴動の開拓を、建物は燃え、人々は暴徒たち、被害者は都市全体に緊急事態が宣言。 CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なのです。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。うわー、ダメだ、俺注射のシーンはダメだって。くそよく寝たぜ。今何時だ。よっしょ、嘘、FPS、 嘘、すごい、面白い。でも本編は TPS かもしんないけど、この画面は FPS で私が操作しています。テレビは砂嵐。さあ、ここは扇風機がね、回ってますね。もしかしたら夏なのかもしれませんが、私の家か。あー、すごく影、雷。はい、なんか水の音が聞こえますね。こっちか。出しっぱよ、出しっぱ。あら、かわいい。水は止めな。ここは冷静に節水という選択肢。え？は？え？なんだ？顔が崩れていっている。嘘だろ。うわ！なんてこった！これじゃまるでゾンビじゃないか。悪い夢か。前がひどくなってる。すげえ、まだ FPS。 いや、怖いんだけど。テレビもちょっとなんか映像が乱れていますね。さて、さっきの悪い夢では銃はシャワールームにあった気が。水の音はやっぱするな。いや、暗、怖。明かりつけよう。
はい。ゾンビとかいないよな。ああ。いやー、美人さんだ。よかった、顔は崩れていないぞ。ただの悪夢だったんだ。嫌な悪夢だったな。いや、もうおっぱいにしか目いかないわ。あ、すごい、こっからこんな自然な流れで TPS 画面に切り替わると。誰だ、なんだこんな夜中に電話よこしやがって。いや、ちょっと明かりが足りませんね。ここか、明かりは。すごい、ジルのレポート。1998年アンブレラ社の引き起こしたあの事件から2ヶ月が過ぎた。謹慎処分を受け、謹慎処分受けてんだね。で、スターズとしての最後の仕事になるだろうとか。うわ、このさ、集合写真わかる？ジルのおっぱいの右側にあるこの集合写真とかね、バイオハザード3ラストエスケープで出てきたな。いやー、面白い面白い。もうすでに面白いぞ。はい、大丈夫か？ブラッド、どうしたの？ブラッド、今すぐそこから逃げろ。何があったの？説明してる気も甘い。そこから逃げろ、今すぐ。分かった、荷物を。うわー、待ってくれ、ピンチが早すぎるよ。なんでもいい、逃げるしかねえよ。くそ。うらくらえ。うわあ、よぶねえ。扉閉めて、ふう、一安心。バカ野郎。一体何なの？あいつ一体何なんだ。うわ、ふざけんなって。逃げるしかないんだよ。よいしょ。早く。こっち、こっち行こう。一体何が。大丈夫か、来てないか、あいつ。ちょっと後ろが気になるが、これまた入り直すとかできないね。一回出たら入り直すことはできない。行くぜ。うわあ、人が。ここ入んの。うわ、やばい、怖いこれ。うわあ。やばくないこの。いや、ちょっと待って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 、あー、ちょっと、いや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 、ちょっと、まあ、なんでもいい。怖え。うわうわ、エロ触手がいたな今。燃え盛ってる。なんでもいい、早く行くぜ。うわあ、危ねえ、落ちるとこだったって。お花、お花見てちょっと心安らぐ。行くぜ、下に降りるしかない。もう大丈夫、もう大丈夫。あっち、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 あ、もう俺がどっちを操作してんのかもう分かんないよ。早く行くぜ。助かったのか。いや、もうなんで、え、こんな序盤からピンチなの。と、一体何なんだよ。街から脱出。いや、うん、ほんとそうするしかない。ブラッド、ブラッド、いい声してんな、ブラッド。さっぱりわからん。ただスターズの生き残り2人を消しにかかってるのは確かだ。君とのような、高木さんかな。街を見てみろ。ブラッド、ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。ブラッド、案内してくれ。いや、いつの間にこんな状況に。うわー、が悪いことってのは重なるもんだからな。その、走れないほどダメージを負っている。
なんだなんだなんだ、すごいぞ。待ってくれ、待ってくれブラッド。あ、走れるブラッド。こんなに大勢感染するなんて、うわすごい、もうこれ全部感染者か。もうブラッド気をつけて、ブラッド近づくな、危ねえぞブラッド。危ないって、もう見てらんないよブラッド。すげえ、もう感染がこんなに、アウトブレイクとかじゃない、ほんとパンデミックだな。もう早く行くぜブラッド、いい、余計なことすんな、もう早く行くぞ。危ねえ危ねえ、あーブラッドブラッド落ち着いて、ブラッド落ち着け、深呼吸だ。一緒に逃げるのよ。いや、どうなるか分かってんだろ。いいえ、分からない。分かんねえよ。仲間だよな。もちろんよ。それじゃ頼む、俺みたいにしくじるな。行け、ブラッド。ブラッド、こんな頼もしいやつだったっけ。いや、見直したわ。起き上がるなよ、お前ゾンビじゃないよな。うん、ただの死体だ。嘘だろブラッド。いや、この戦闘はね、避けるべきです。ごめんなさい。銃弾は温存か、このバスとか。いや、もう来てる来てる来てる、くぐってくぐってくぐって、早く、やばいってのやばいっての、こっちか。戦闘は避けろ。駐車場、屋上屋上屋上、了解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 、駐車場の屋上。大丈夫ですか？あ、生存者か。近づくんじゃない。誰だお前。聞いたでしょ、ヘリが救助に来てるの。救助だと、俺はここから出ない。お前、子供部屋おじさんじゃねえかお前。私がこの中がどこよりも安全だ。そこがお前の子供部屋というのなら、俺は立ち入ることはないだろう。さらばだ子供部屋おじさん。これはハンドガンの弾ですね、ありがとうございます。上でハンドガン、下でナイフ。武器の切り替えも順調順調。ゾンビはいません、ただ駆け抜けるのみ。いますねゾンビ、怖いぞ。いや、ゾンビとこの距離は濃厚接触か、近すぎるんでは。恐ろしいぞ。あひひひ、怖い。すげえ怖いじゃん。なんなの。さあ、あんたもあんたも、え、そこに入ってる人もゾンビになっちゃうの。そこに閉じこもってれば噛まれないと思うけど、空気感染もあるのか、このアウトブレイク。いやっぽーダメだ。このエレベーターで屋上に上がりたいが、こいつは殺すしかなさそうだ。距離を取れ。よし行くぜ。這いずりは無視して大丈夫だと思う。リロードもしていけ、早く。今度こそ、どうして急に調子悪くなんの。やぶれやぶれやぶれ、そいやー。早く駐車場に。エレベーター止まったりしないよね、順調に。あ、駐車場まで行けている。あ、大丈夫か、助けてくれんだよな。あ、よかった、わかった。ラストスパート、頑張れジル、頑張れ俺。ヘリまで走るだけ。うわー、カプコーン、やりやがったな今回も。くそ、今作もカプコン製のヘリは信用できねえ。うわー、ちょっとすいませんね、ゾンビに。マッスルカーは必要ねえだろ。おい、ほらほら、かかれボケ、かかれボケ、かかれボケ。ちょっとビッグパワーFR オートマです。いっけボケ、こら
いや止めんのかよ。ホールドホールドホールド、もがけもがけ、アクセルベタ踏み、いやあっ、やばいってこれは。すごい、こんな状況でも俺はもうおっぱいにしか目がいかない。もうすごいおっぱいこれ。アウトブレイクだってのにこのおっぱいはちょっと不謹慎ですね。いやもうマジでやばい、逃げ切れないよこの速度じゃ。いやいやいや怖っ。強い。あなたは。おい、しっかりしろ、もう大丈夫だ。あなた誰、ここで何を。俺はカルロスだ、助けに来た。カルロス、まずは安全な場所へ。カルロスか、助かった、ありがとう。よし、もう大丈夫だ。この先に生存者を集めてる。地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。へえ、そうなの。安全だ、ありがとう。大丈夫、気安く触んな。お前調子に乗んなよ。よし行こうぜ。カルロスについていく。おいシャッター閉まってんぞ。おい、あなた、あの怪物を知ってるの。いや、あんなやつ初めて見た。俺も初めて見たよ。明確な意思を持って行動してる。だよな。お断りよ、あなたに譲る。ああ、弾も少ない。カルロスがアサルトライフルを持っているんで。俺らはアンブレラの。カルロスに敵は頼もうか。通称 UBC。 UBCS に所属。おいおいおい、アンブレラと組む気はねえぞ。別に信じなくてもいい、だがまずはシェルターに。ああ、いい前蹴りだ。行こう、ここだ。あ、ここはね、体験版でやったエリアですね。もう深夜です。さあ行くぜ。アイテム落ちてないか。アイテムは落ちていません。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディ、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう、それで状況は。この町は完全に分断され孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。わかった、力になる。市民のためにあなたたちじゃない。それでいい、大事なのは市民。ありがとうジル。じゃあスーパーコップさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことから。おーし、まず都市を復帰しろ。
物資の補給。地上界に上がれ。そこにある。地上界に上がる。了解。さあアイテムは？なんかあるよ。弾薬調合。はいはいはい。ありがとう。さあ行くぜ。市民がたくさんいるから、これを本当に動かせばたくさんの人数で逃げ出すことができそうだな。すごい漢字。コール。エッチだね。行くぞ。体験版だと結構そのバイオハザード RE3 の広告だったものがかなり差し替わっていますね。この辺にもファイルがありますね。タブロイド紙の一面。はい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 。この食人事件について記事が書かれていますね。スクープですと。そちらには何もありませんね。さあ地上階に上がろう。あれ？俺だ。地上に出たか。今向かってる。で、作戦は？作戦は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解。急ぎましょう。よし。さよいしょ。レッドハーブゲット。この辺のアイテムは全てゲットしていきましょう。この感じはもう体験版と全く同じですね。あ、なんだこれ。え、何これ。あ、鍵がかかってんのか。黄色い鍵がかかっていますね。これどうにかしたいな。さてアイテムボックスもセーブもできんのか。今回ここで終わってもいいかもね。ハーブ調合法とかは感覚でわかるんで。では今回ねキリがいいのでこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあさようなら。バイバイ。